横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから明日で44年となるのを前に、今日拉致問題担当大臣を兼務する松野官房長官が新潟市を訪れ、めぐみさんが拉致された現場を視察しました。松野官房長官はめぐみさんの弟哲也さんなどの案内を受け、めぐみさんが通っていた中学校や通学路を見て回りました。44年間というのは大変長い時間、めぐみさんにとっては非常に厳しい環境の中でご苦労が続いているんだと思いますし、政府一体内閣を挙げてこの問題の解決に向けて進んでいきたいと思っております。その後、新潟市で開かれた忘れるな拉致県民集会、リモートで集会に参加した母早紀江さんは、日朝首脳会談の実現、そしてめぐみさんを含めたすべての拉致被害者の一日も早い帰国を訴えました。こんなに長い間めぐみの姿が見えない、どこにどういうふうに置かれているのかもわからないという状態が、もう40年過ぎてもまだ続いているということに、もう大変な疲労感と絶望感のようなものを感じながら、皆様に助けられて頑張っております。本当に早くこの家に帰ってきてほしいと願っておりますので、みんなが知恵を働かせてくださって、心を一つにして取り戻していただく、このことしかないので。去年、父の茂さんが亡くなるなど拉致被害者家族の高齢化が進む中、めぐみさんの弟哲也さんも政府に対しさらなる行動と結果を求め強く訴えかけました。横田めぐみと母横田早紀江を、横田その早紀江が生きているうちに会わせてあげたいと思っておりますし、国内外にあらゆる手で策を講じて、一日も早く結果を出してほしいと思っております。このほか、拉致被害者の曽我ひとみさんや特定失踪者大沢たかしさんの兄翔一さんも壇上に上がり、参加した人たちは拉致問題の一刻も早い解決に向けて心を一つにしていました。